プレッシャーみたいなのないですか?。あるある、ありますよね。あ,あ,ありますけどね。結婚出産って、ちょうど三十代になるあたりから、増えてきて。どうするのか、まあ、どうしようと思っても、一人じゃどうにもできないっていう問題があるから。解決するにも、しがたい部分はあるんですけど。<laughs> <うん S 1> 私たちはね、みんな独身なので。なんか、考えることってありますか?。<はい S 1> ありますよ、やっぱり、全然正直興味なかったというか。うん 結婚したいと思ったことなかったんですけど、うん、お仕事を辞める人も出てきたりとか、うん、その人生のこうなんか視野とか角度が、うん、みんなもっと広がっちゃってだからなんかすごいこうよく考えるようになりました友達との会話が全然変わってきますね子どもの会話とかじゃあ保育園どうしようかとか小学校どうしようかとか。うんうん 最初それはちょっと戸惑いましたけど、うん、今はむしろ面白くなってきてて、うん、全然違うところの空間なんで、うん、江上さんはなんかずっと「いや結婚は逃げだ」みたいな感じでここまで来てたじゃないですか <laughs> バカみたいなやつ <laughs> 番組当初 <laughs> 変化はありました、うん、僕の多分日比さんと近いのはそのずっと結婚がも全然なくて、うん、でようやく最近ああ家庭っていいだろうなって。 っていうのを思い始めたぐらいですかね。えきっかけは。きっかけは最初は。えっと、子供をいいな、やっぱり子供授かりたいなあと思ってたんですよ。うん、子供を授かりたいから、結婚っていう逆算がおかしいなと思って。うんうん、今は。あの、もう家庭が欲しいというか、あ。一人にはちょっと飽きてきたのはありますね。うん、ホランさん、結婚願望あるんですか。願望、まあ、どっちでも。 って感じそう。さっき言ったみたいに結局一人じゃどうにもできないのでいたらいたでしてもいいと思うしでも一緒なんですよ。やっぱり本当に子供って授かるかどうかわからないから子供ありきで結婚するっていうよりかは子供がじゃあ作らないあるいはできないっていう選択になったとしても一生いたとしても楽しい人がいいなって思う。うんうんうん 一人でいるのと結婚するのとその先の人生がデザインが変わってくるだけでどっちも幸せだなって思うからなんか、独身でも結婚してても初先輩方幸せそうに暮らしてるのでもうそれはもう本当タイミングとなんか、縁と、ね、っていう感じですよね、うん、結婚プレッシャーみたいなのないですかしないのってすごい言われるとか聞かれるとかそれはもうあるあるありますよね。ありますけどどね、うなのよ最近 最近もあれもんみたいな, <laughs> な最近言われるねえみたいなこう。それはつまりそういうことを聞いてるんだろうけど、明確に聞かれてないから私はいやなんか元気にあの普通仕事してます。忙しいかなーってね。答えない。逃げる。そうすると相手が気を使うから。そういっちゃダメなんだ <laughs>。<laughs> 欠陥ある人にやっぱり。<laughs> でもま友達から言われますけど、四十ぐらいまでに一回ぐらいしわないと欠陥やっぱりつくよみたいな。でも欠陥獲得だと思ってちょっとなんか緊張する。<laughs> いいいいちょっとぐらい抜け出そのぐらい抜け落ちるわこっちもって。と思ってでも確かに結果は言われますわ。で SNS「いいね」とかしなきゃいけなくて「いいね」かみたいなそんなすなすなみたいなお祝いいねあげたいじゃないですか「お祝いいね」お祝いいねなんだけどやっぱ「お祝いいね」押した後に揺さぶられタイムというのがやっぱりよくないですよね。 でもなんか結局あの、比較でしか生きてないなっていうところに落ち着くのであの比較とかちょっともう疲れるな、うん、疲れたらやめよっていうその繰り返しです捨てられるんですね、比較をう別にいっかみたいな俺の人生だもんなみたいな。うん 結構仕事が好き組じゃなのでなんかこうどうしてもこう家庭を持って子供が欲しくてっていうのがない自分は大丈夫なのかなって思うこともなんか人と比べてなんか思う時期も30代最初の頃はあったかも今かまさにその時かも今なんかその家庭を持つ喜びってまた仕事の喜びと全然違うじゃないですか。 それにシンプルに憧れてるっていうのがあるから、うん、憧れれかからのの焦りみたいいななもあるし特に出産とかになると特に女性は時期とかうん、うん、タイミングとかっていうのをすごいなんか医学的にとか言われちゃうと「うん、何?」みたいな「<laughs> むむ?」みたいなの思うけど <laughs>、うん、でも今目の前にやりたいお仕事があって、うん、大好きな環境があるから今目の前にあることに向き合ってると結果、うん、まあおいおいでいいかなっていうふうには思う 今はそう思ってると思うけど10年後に同じように思ってるか私は心配なんだよねって言ってから友達がいたりするとだからその自分の幸せは自分しか分からない自分が分かってあげていれば大丈夫って思う自分と、うん、でもそれってなんかいろんなことから目を背けてるんじゃないかっていう不安と、はい、こう常にねこのバランスを保ちながらいる30代ですね。